はい、どうも、こんにちは。久しぶりになんか動画を作ったと思ったら何？っていうとね、実況中かね、そんな感じなんですけれどもね、VQ っていうゲームがあるらしいです。はい。チョロ Q みたいな雰囲気のゲームっていうので、いろいろ見ていこうと思います。じゃあ、最初押しますよ。スタート。初めからプレイ、続きからプレイ、とりあえずプレイってあるね。初めからプレイで。車選ぶのかな？これ86ですね。これは箱スカだね。スカイラインの昔のやつね。これカローラの昔のやつですけどね。スプリンターっていうのかな？スプリンターの昔のやつ。これ S2000 だね。いいね、いいね。速そう。マーチ。いいね。K11 型マーチ。いいね、いいね。BMW の M3 かな？ E30 型？そうだね。こんなが何がいいかね。性能変わらないのかな？軽量な86と、これは何だろうね、クラシックカーちょっとですよね。160馬力ね、スカイラインについてある。コーナリングマシンって言ってんのかな、S2000 と。もうこれは何なんだ、これ、究極のコーナリングマシンなのか、そうじゃないか、軽いのはマーチかな、一番軽い。バランスタイプでもないけどね、ヨーロッパの車も必要ですよね。私はじゃあマーチで行くよ、この車で行きます。お、なんかメニュー出てきた、メニュー。なんだこれ、ちょっと待ってね。どうやらプロファイル画面はこう、なんかオプション設定らしいですね。で、画面を見てみると、ここにゴールド500ってあるね。じゃあ何も買えないだろうね。試しにペイントいくらするんだろう。なんだこれ。色選べるんだ。この色でいいべ。ね、マーチってこんな感じの色ですよね。ショップガレージ。ガレージどうだい？こんな感じか。ボディに性能差ないんだ。へぇー。なるほどね。ショップ。おお、いっぱいある。お、なんか、お、いっぱい車あるじゃん。エリーゼでしょ？ 86 でしょ？これは86のコンセプトカーでしょ？これ GTR でしょ？ R34。これフォード GT？ なんだこれ？これがフォード GT で？これなんだこれ？あ、GT40 か？これ。これ画面回せないのか？これ。で、これがスープラ。パガーニゾンダ。スカイライン箱すかね？で、S2000。何これ？なんか、これ、グループシーカーか。なんかすごいウィング低いね、これ。最高速マシンかな？ちょっとこれ VQ15 ってやつね。これ RX7 でしょ？これフォーミュラカーっていうの？これ。これゴミ収集車でしょ？これが屋台ね。これが何？これ車種わかんない。なんだろう。三菱っぽい？そんなことないか。バスね。これがランチャーデルタ。何これ、ラディカルだったっけ？ SR8 でもないし。これがあれだ、グランツーリスモで出てたやつだ。コンセプト GT だかなんだか。おお、なるほど、なるほど。これがシビックでしょ？これがインテグラだね。タイプ R？ これがなんだろうね。また開かなくなっちゃった。なんか見たことあるけどね、こんな感じの車ね。カマロでしょ？ RX7FC でしょ？ NSX だけど、2種類あるね。これあれかな？リトラクタブルのやつと、なんだ、固定式ライトの差とかあるのかな？これが、なんだっけ？エンツォ・フェラーリ、458イタリア、インプレッサ、R35GTR、セリカ、インテグラの DC2 だったっけ？ DC2？ これフォーミュラカーでしょ？これ昔のフォーミュラカーじゃん。葉巻き型の。これ何これ？これは何？ランボルギーニ？アベンタドル的なやつ？これはなんだこれは？コルベットか？違う、BMW の、あるっていうこういう車ね。忘れたけど、詳しいことは。これがなんだこれ？ MR2 か。MR2 か、これ、本当に。まあいいや。M3 でしょ？これ911でしょ？もう止まった画面が。続きでございます。ちょっと待って、止まっちゃったからね。ちょっとモッドっていうのを最初あらかじめ入れてたんですよ。何もわかんない状況でこんなもんかなって間違えました。はい。数値をじくっちゃったからね。VQ ってやつをね、45台かな？ 45 まで車を6つ追加したんで、設定画面で46個、40ってもっとは、もともと止まったのを気を使って46にしたんですけど、そしたら止まっちゃったっていうね、40のままの方が動くらしいですね。ごめんなさい。乗りたい車はね、特にはないんですよ。マーチが一番かなと思ったけどね、やっぱり、あれだね、働く車っていうのは、見てて気持ちがいいですね。こういう車いいな。これにしようかな。今500ゴールドあるから買えるんですよね。ちょっと待ってね。買いますわ。買っちゃった。売れないかな、マーチ。
売れないの？ショップで売るとかない？あ、ない。ん？ないな。ないね。ごめんなさい。まあ金ないから何もできないね。よし、じゃあこれで入れてみます。クラス CBA グランドプリ、グランプリ、タイムタックエクストラレース。へえ。まあちょっとクラス C からやってみるか。VQ サーキット S。これね。いいよ。おっとだけど、マニュアルちゃんとあるんだ。やばい。勝てる気がしない。結構早いみんな。でもないか。なんか楽しいね、こういうレース。視点変更はないんだ。いいですね、これもこれで可愛くて。なんかラジコン運転するみたい。あのチョロキューでさ、ケースティアだっけ？なんかラジコン、あーおっとっと。なんかさ、どうぞどうぞ。チョロキューでさ、なんかケースティアとかいうのがラジコンっぽいなったじゃないですか。で、このゲームはあのゲームパッドが使えるんで、それっぽくなりますね。でね、おっとっとってやったのは、アクセルを踏んだ状態で左に切っていくと車はギャンギャン言うわ、これ。結構危なっかしい、これは。だから、アクセルを踏みながらじゃない方がいいから、おーい、ほらほら。あんま踏みっぱなしよくないな。踏みっぱだとやばい、やばい。車がなんか、ギャンギャン言うんです。完成ドリフトみたいな感じで、上手い人はそれでやっていけるかもしれないけど、ちょっと私も時間自信ないですからね。あと、これいいね。コンピューターの動きがさ、なんか、あの、なんだ。一定ではないらしいですね。ちょっと個性があるみたいなんですけど。今こうやって見ててもわかるように、こう、なんか、ふらふら運転って、なんかしようかな。こう、一列になって動かないやつ。電車で楽しいですね。わあ、すごい。車がすごいギュンギュン横向いちゃったりする。2周レースだからね、今4位だからね。1位だねっかな。なんか怖いな。高速域で車がこう、タイヤがブレークする。ギューン横に、ね、流れ出しそうな感じがするんで、慎重に走ればいけるかもしれないけど、どうだ。ちょっと無理して突っ込んだ方がいいか。アクセルを抜きながら、抜きながら曲がっていく。踏みながらも、おぉ、踏みながら切ったら、私の貸しやる。おぉ、ギャンギャンいってる、ギャンギャンいってる。おぉ、ギャンギャンいってる。怖い怖い、なんかこの感じ。いいね、いいね。これ、ラーメン屋さんの車でこうレースできるっていうのがね、このチョロ Q じゃないや。まあ、チョロ Q 系のゲームのいいところですわね。勝てるかなぁ。あ、FC が、いい締めてる。いい締めてる。いい締めてる。左側なんだよ、これ。あ、やばい。NSX に勝てない。勝てない、勝てない。いけるか。多角的に回った方がいいの、これって。やばい。あ、勝てない。2周レースでしょ、これ。あー、勝てなかったな。やっぱ一部難しいか。おっと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 。っていう、なんか、ところどころ、こう、直角コーナーがあって、うん、スピード出てないレースですけど、それなりにアクセル力で曲がるっていう技術が求められる、いいレースでしたね。終わり。結果を見ようか。2位とか250プライズ、プライズですって。こんな感じでゲームが進んでいくんだ。シンプルだけどいいですね、こういうのね。燃費とかもあるんだ、これ。ただエンジンの性能だけじゃなくて。燃費5とかありますね。いっぱいパーツあるからね。まず、パワー欲しいな。AR エンジン、E エンジン、D6 エンジン、2DGD エンジン、BB エンジン。なんかこれ、あれだな、元ネタありそうだな、これなんか。最初はこう BB エンジンってやつで、性能を上げていくのかなったけど、上がらないね、性能ね。下がってるね、これね。こういう引っ掛けもあるんだ、ちゃんと。スポーツタイヤ履いてもね、ちょっとね、車滑ってたからね。っていうのもあるんだけど、まあ今日こんな感じかな。ちょっと今回ここまでにして。どうしようかな、タイヤ変えようかな。タイヤ変えなくていいか。ちょっと次回またやってみます。じゃあまた今度。